真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、返境でスローライフすることにしましたわ。ザ・ポンによる日本のナロー系ライトノベル。イラストは安子が担当。略称は真の仲間。2017年10月から小説家になろうに投稿され、2018年6月から角川スニーカー文庫より書籍が刊行されている。2021年10月時点で、 電子版を含めたシリーズ累計発行部数は160万部を突破している。2019年8月には電子書籍ストアブックウォーカー主催の次のヒット作はこれだ。新桜のべ総選挙2019の文庫部門で1位となった。メディアミックスとして漫画、ドラマ CD、ゲーム、テレビアニメ化が行われている。生まれつき与えられた過護が大きな意味を持つ世界。 レベルプラス30の導き手の加護を持つレッドは幼少期からモンスター退治に出かけ、騎士団にスカウトされて副騎士団長まで出世した後、妹のルーティンが勇者だとわかると一緒にパーティーを組み、魔王軍を倒すための旅に出る。しかし、パーティーメンバーのレベルが上がって敵が強くなってくると、レベルが底上げされるだけで、戦闘関連のスキルを持たないレッドは仲間の足手まといとなり、 パーティーメンバーのアレスから、君は、真の仲間じゃないと告げられ、パーティーを抜け出した。偏境のチゾルタンに流れ着いたレッドは、勇者パーティー時代に得た知識と経験を生かし、薬草採取で資金を貯めて、薬屋を開店した。開店して間もなく、かつて短期間ながら共闘した経験を持つリッドが、訪れ、半ばを仕掛け気味に、レッドと同居する。恋の甲は、 テレビアニメ版の声優、池野正宏によるコミカライズ版が2018年5月発売の月刊少年エース7月号から連載中。リットを主人公とするスピンオフ作品、真の仲間になれなかったお姫様は、返京でスローライフすることにしましたが、東大ロム月の作画で、ウェブ漫画サイト少年エースプラスで2021年10月6日から連載されている。 文庫版第5巻特総版の付録としてドラマ CD 化された。原作者であるザ・ポンの書き下ろし脚本による新規オリジナルストーリーに加え、リットとのイチャイチャが疑似体験できるシチュエーションボイスや目覚ましボイスを収録。2020年11月にテレビアニメの制作が発表された。2021年10月より ATX 他にて放送中。 インターネットでは、D アニメストアにて2021年10月6日より、毎週水曜23時に独占配信。劣等役の鈴木亮るとリット役の高尾、奏音オンによる、ウェブラジオ、真の仲間じゃないという者のパーティーを追い出されたので、返京でスローライフラジオすることにしましたが、2021年10月8日より、おと泉にて、各週金曜に配信。本作品を、 ゲーム化したスローリビングウィズ・プリンセスがスティームにて2021年10月7日よりアーリーアクセスが開始された。主人公レッドがリットやルーティと共に恋愛、薬や経営、農業、ダンジョン探索などを辺境の地で楽しむ Windows Book 用 2D カントリーライフ RPG となる。ありがとうございます。